Go Buster! やっほー！バスのバスター遊びに来たよ。赤いペンキに気をつけてバスター。バスターペンキの上を走っちゃった。見てバスター、自分のタイヤで赤い線を描いちゃったよ。バスター何か思いついたみたい。上手上手、円を描いたんだね。円は丸くてバスターのタイヤと同じ形だね。今度は円に色をつけたねバスター。赤い円だ。あ、スカウト一緒に遊ぼう。形について学んでるんだ。スカウトは何の形を描いてるんだろう。正方形だ。青い正方形。正方形には同じ長さが4辺あるよ。やあディガー、バスターとスカウトと一緒に形を描きたくてディガーが来たよ。ディガーは何の形を描くんだろう。ディガーはバスターやスカウトより時間がかかってるね。大丈夫、ディガーはもうすぐ終わるから。三角だ。三角には3辺あるよ。黄色い三角。ディガーがこの形を描くのに時間がかかったせいでバスターとスカウトは居眠りしちゃった。二人とも起きて。他にどんな形があるかな。緑の長方形、上手だねバスター。金色の星、とても綺麗だねスカウト。そして可愛いピンクのハート。ディガーはダイヤモンドを描いてるよ。わあ、いろんな色が流れていくのを見て。綺麗な虹色のダイヤモンド。いろんな色のいろんな形。形を学ぶこと、とっても楽しかったね。今日学んだのは、正方形、円、三角、星、ハート、長方形、ダイヤモンド。みんなよく頑張ったね。